はい、では お待たせしました。ちょっと藤野さんの方のスライドでだいぶこう面白おかしくやった後でやるのはだいぶこう心苦しいんですけどまあちょっと真面目な感じかもしれないですけども、よろしくお願いします。でエスカトス、スチーム版エスカトス徹底解剖ということで、まあ、あの新版エスカトス、まあ、オーソドックスなシューティングなんですけれども、まあ、これやっていただくのが一番面白いので、ぜひ私有台であのプレイしていただいて、内容の方はそちらで、見ていただけたらいいなと、あの一番後ろの真ん中の方にありますのでよろしくお願いします。で、そうですね、今日は、まあ、あのPC 版、まあ、これ360版で最初出てたんですけども、 PC 版で何がすごいのかというか、まあ、今回出た PC 版、買ってほしいなとすごく思ってますんで、その辺を、すでに買っていただいている方には、こういう設定するといろいろ面白いよみたいな話しますし、まだご購入いただいてない方には、ぜひこれを見て、あすごいんだと思って買っていただけたらいいなと思って、今日説明させてもらいます。で、トランジションの、ポスターの、冬野さんのイラスト、でこれでエスカトスのイラストがあの入り口のところにからあのファンアートを飾ってありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。で、まあ、ここから紹介させていただこうと思うんですけども、まずPC 版エスカトス何がすごいか、で 4K 文字は多様っていう、今話題の 4K みたいな話なんですけども、まあこれ、実際のところ、どうなのっていうので、対応してます。で、ですね、オプション開くと、4K のモニターにつないでると 4K の、設定が出てきます。でこれを設定していただければ、4K になると。で、理論上はこれ頑張りました、開発陣頑張りましたので、どこまでも Windows が認識する限りいけるはずと。でまあ、ちょっと 4K ってそんな綺麗なのみたいな話あると思うんですよね。フル HD で十分じゃんみたいな話もあると思うんですけど、ちょっと比較をお見せしましょうということ でまずこれ、360の時と同じ、縦720ドット、まあ、これ乱れた感じ、シューティングの時期だったらまあこんな感じだよなっていうところなんですよね、まあ、ドットもちょっと見えるしみたいな、まあ、実際このサイズですから。でこれは 4K バン、こんな綺麗に、もうなんかこれ時期のサイズ、こんなシューティングの縦収の時期のサイズがでこんな綺麗みたいな、これぜひ体験していただくとちょっとおってなると思います。もうペーパークラフトとかそういうレベルではなくて、なんかもう模型がぐんぐん動いているような、まあちょっとまあ実物まではいかないのかもしれないですけども、まあこんな絵、もう一枚お見せします。これ宇宙に出たところのステージですね、エリア12ぐらいだと思いますけれども、で、まあ、この、宇宙出たところ、なんかちょっと米粒みたいのがなんか映ってるな、これアーティストが360の時も実は細かく描いてたんですけども、これは何だろうと思ったらパッと、あ、はっきり見える。で、まあ、一面というか、まあ、最初に出るボスと同じボスが実はいたと、UFO がいっぱい降りてきてるっていうのが分かる、まあ、これゲーム中に見るのは難しいかもしれないんですけど、リプレイの時にこう見てもらったりとかして、で新たな発見があるんじゃないかなと思います。で、4K に必要なスペック、 PC 言っても大変だよって話あるんですけども、まあ、ヘビー級ゲームの場合はハイエンドの GPU でも30から 40fps、 例えば、まあこの間出たホールアウトの新作ですとか、まあ、バトルフィールドとか、まあ、GTA とかその辺はまあ30か40しかハイエンド GPU でも 4K は無理なんですけども、エスカトスの場合はまあ軽いからっていうのはあるんですが、ミドルレンジでも 60fps ぐらいいけます。で、GTX の960ぐらいで、60fps 動作確認していますので、まあ、4K モニター持て余してるみたいな方とか、まあ、そのリビングにあるんだけどみたいな方でも PC つないで見ていただいたら、ただまあ最近のグラフィックカードじゃないと 4K で 60p が出ない、60フレームが出ないので、そこだけは注意していただいてっていう感じになりますね。
で、まあ言ってもそんなすごい PC 用意できないよみたいな、 4K モニターとかも用意できないよみたいな。で逆にあの PC 今あまりこうなんていうんですかね、すごいのはないんだけど今後 PC のゲームやっていきたいなっていうのを入門としてですね、まあ、内蔵グラフィックどうなのっていう話があると。で、まあお昼の、ショーでもありました AMD さんの APU、 これだったら、内蔵グラフィックでも余裕はずまあちょっとおそらく全然問題ないと思うんですけども、はずぐらいにさせていただいて。で、まあさらに普通の場合、まあ、問題になるのは、インテルの方ですね。インテルの内蔵グラフィックで、動かせるのかみたいな話で、これ、Steam の推奨条件なんですけども、各ゲームこういう表示があるんですけど、うちのゲームとかは、まあ、インテル HD グラフィックス対応してますって書いてあります。でこれを、目安に Steam のゲーム買うときも選んでいただけば、まあインテルの内蔵なんだけどとりあえずゲームしたいっていう方にはいいんじゃないかな。でうちはちょっと頑張って対応しましたので、インテルで動くんですけど、どの辺まで動くかっていうのは一応あると思うんで、ざっくりちょっとインテルのモデル数が多いんですけれども、主要だけのものだけまとめてみました。で、結果としては、まあ上の最近の、Core i7 とか5の3000シリーズぐらいとか、あとまあ実はこの、デモしているサーフェイスの3でも割と動くと。で、ここ3年ぐらいで内蔵グラフィックスも大幅に進化しまして、360ぐらいの、性能はだいぶ出てきてます、インテルでも。なので、意外に今まあちょっとその PC 自信ないんだけどっていう人でも、まあ3年、ここ3年ぐらいに買い替えてれば意外に Steam で遊んでいただけるんじゃないかと。あとまあそのデスクトップは GPU 積んでる方でもノート PC 持ち出してシューティングっていうのもこうできるんじゃないかな。まあスタバにこうサーフェイスとか持ってドヤゲームをドヤエスカトスとかしていただいてもこう全然構わないという感じですね。はい。でさすがに4年前とかそれ以降とか、あとはまあ格安の2万円の PC とタブレット PC とかはちょっと無理です。なのでそこはまあダメ元で試すぐらいはできると思いますけれども、まあここ、3年ぐらいの PC だったら、まあ内蔵グラフィックでもシューティングはかなりいけるんじゃないかな、他社さんのもまあある程度はいけるんじゃないかなと思います。であとまあフレームレートの話、まあちょっとこれ今日そんなに時間がないのでざっくり話していきますと、エスカドスはですね、フレームスキップの方式採用しているので、まあ例えば4年前の PC でちょっとガクガクだと試してみたけどガクガクだっていう場合でも、処理落ちでスピードが落ちないようになってますので、まあちょっとハンデは出ちゃうんですけども、普通に遊ぶことはできるようになってます。ここもね、まあ、開発陣頑張ってるんで入力遅延も、だいぶ、フレーム落ちた状態でもないほぼないような感じで遊べますので、まあちょっと PC しょぼいんだけどみたいな方もぜひ試してみたらいただいたらいいかなと。であとまあ、これもちょっと、サクサクと進んじゃいますけども、バージョンアップ しまして、フレームレートスムージングっていうのもつきまして、ちょっとカクつくなと思ったらこれをオンオフしてみると、お好みの状態になる、スムーズな状態になると思いますんで、ちょっと覚えておいていただいたらいいかな。はい、ちょっとザサクサクいきますね。あで、まあ、この辺、次なんですけども、まあ、これエスカドスというよりはスチームの説明で、皆さんあんまりご存じない方も多いんじゃないかなっていう、スチームずっと使っててもよく知らないっていう方多いんですけれども、トレーニングカードっていうのもスチームにあります。で、ですね、なんか多分 Steam でゲームやられてる方、たまにこうなんかわからないんだけどタイミングで実績みたいな感じでポッてトレーディングカードが取得できると思う、取得できたことはあると思うんですよ。でこれ何かっていうと、まあトレーディングカード、いわゆるトレーディングカードで集めてトレードできるっていうものなんですけど、まあ、これエスカトスにも用意してまして、エスカトスの場合8枚全部8種類あるんですけど、そのうち半分の4枚までは時間でドロップします。2時間ぐらい
プレイしてると1枚みたいな感じで、それだとまあ半分まで最高で半分ダブリもあるんで最高で半分なんですけど、まあ全部集めるとまあバッジが作れるんですけど、あ、まあ、ちょっと前後しちゃいますね。トレードをユーザーフレンド とトレードするとか、あとですね、マーケットっていうのもSteamにありまして、だいたいまあ、1枚、5円とか10円とかで売ったり買ったりできるんですね。で、逆にだから集める気がないゲームのカードとかは、取ったら売れるし、それをあの買うこともできるっていう、そういうものが入ってます。で、まあ、これあの実績とか集めるとか、あの実際のトレーディングカード好きな人は好きかな、まあ、ちょっとあのそういうの嫌いな人もいるかもしれないですけども、そういうのあるんで、まあ、ちょっと集めてみていただけたら面白いんじゃないかなと。で、まあ、エスカトスに限らずバッジっていうのが作れたりとかいろいろあるんですけど、まあ、ちょっとこの辺暗いらしいところは、あの Steam にもヘルプがあるので見ていただいて、ちょっとまあ興味持っていただけたらいいなと思って紹介しました。はい、じゃあちょっと次の話ですね。あ、すみません。サントラ、Steam のゲームサントラついてくるってよくあのストアページに書いてあると思います。で、シューティングは特にかなりの数がついてきたりですとか DLC で変えたりするんですけども、ちょっと再生とかが分かりにくいのでちょっと説明 しまして、でお得な価格で売られてるんで、ちょっとあのぜひ使っていただきたいなと思ってます。で、ですね、分かりにくいんですけども、まあ普通ゲームやるときはライブラリで一番上のゲームってところを見てると思います。まあ、こういうふうにゲームが出てると。で、音楽サントラ聴きたいとき、同梱のサントラ聴きたいときはミュージックっていうのを選択してもらうと、ここでミュージックプレイヤーが出てきます。で、まあこのままで再生、ここで再生することもできるんですけど、まあ、普通はあの iTunes に入れたりだとかそういう風にして聞きたいよなって話がありまして、でこれもさらにひっそりしてるんですけど、システムで表示っていうのがあるんですね。探してもらうと、それをポチッと押しますとエクスプローラーが出てきます。で、そこで、まあ、エスカトスの場合はあのこれあのこだわる方には嬉しいかもしれないですけど、ロスレスのフラッグで、音楽入ってますので、お好みのプレイヤーでこれはこだわる方は再生していただくこともできるし、まあ、普通は MP3 も一緒に入ってますので、 MP3 のフォルダ開いてそれを iTunes に入れていただいたりすれば、あのお好きなあの時にこう持ち出して聴けると、これぜひあの使っていただきたいなと。はい、でざっくり、いろいろ説明してきました。新版エスカトスよろしくお願いしますということで、あの今ウィンターセール中なので、あの1000円切りましたので、あの悩まれている方ぜひ、この機会にどうぞということで、あとちょっ とです、ね、最後に、一つ、キュートということで皆さん気になっていることを一つ、告知させていただいて、で藤野さんとの対談に移りたいと思います。ナスキークロニクル XBOX1 これ申し訳ない、2016年になってしまいました。であの頑張って作ってますので、これは、まあ、あの大変お待たせして申し訳ないんですけども、来年お待ちくださいということで、あのぜひよろしくお願いします。でその間、まあ、あのぜひエスカトスやっていただいてよろしくお願いします。ありがとうございます。